こんにちは。ビジネスプラスサポートの藤井と申します。私は仕事を通じてたくさんの働く女性の方々とご縁をいただいてまいりました。その中で仕事ができてなぜか愛される人たちにはですね、いくつかの習慣があるということに気づきました。そんなですね、ちょっとしたコツ、習慣を8つのですね、エッセンスにまとめて、そして書かせていただいたのがこの本です。例えば仕事ができて愛される女性の人たちは、気配りと効率化をですね、両立していたり、あるいはですね、自分らしくですね、戦わないという、そんな働き方が実現できていると感じます。ぜひそんなですね、いくつかのエピソードも交えながら展開しています。どうぞお手に取っていただければ嬉しいです。